なんか似合わなくてしっくりこないグレイル購入品紹介です。1着目は V ネックニートトップスで、こちらはまだマシな方でワンサイズですが、ゆるっとしたシルエットだし肉目立たないかなと思ったら思いっきり目立ってますね。実物の色味はこんな感じで、ホームページより若干くすんで落ち着いてます。袖の縫い目がない作りになっています。ボリュームのある袖が特徴で、二の腕がカバーされます。透け感はさほどなく、分かりやすいように下着の上から直に着てこのぐらいの透け感でした。 V ネックのところも装飾なくすっきりしています。 V ネックは少し深めなので、前かがみになると胸元が見える可能性はあります。現在14色展開で好きな色が見つかるかと思います。私の場合、二の腕ぴっちりでもゆったりでも太く見えて、まさに八方塞がりです。丈感は私には少し短い印象で、何か物を取ろうと手を伸ばすと危険だなと思いました。とてももちもちした伸縮性のある生地で、肌触りもチクチクすることなくリラックスして着ることができます。くったくたになったら部屋着でも OK な感じです。2着目がタイ付きドット柄オーガンジーブラウスです。ピエロかなっていうぐらいの仮想感が出ています。おそらくこの白いドットの部分がかゆいというかチクチクします。敏感肌の人やチクチクするのが微妙な方は、着るのに工夫と忍耐が必要かと思います。付属のタイは第一ボタンに留めます。爪が伸びているので留めにくくて少し苦労しました。本当にこの袖がボリュームありすぎて、私が着るともはやギャグです。オペラ歌手とかピエロとか、とにかく衣装かよっていう圧倒的ボリュームです。でもってすごい生地に光沢感があります。ボタンはすべて金ボタンで統一されています。フリーサイズでの展開ですが、胸元は100センチ超えてても普通に締まりました。後ろ姿は腕の幅でさらにでかくなり、もはやポップな塗り壁状態、ついついパフパフしたくなる膨らみ方です。パフスリーブ、ボリュームあるスリーブはダメって分かってるのになぜ買ったんでしょう。光沢感がとても強いです。外出した時はこんな感じで第一ボタンを開けてきました。チクチク防止のためにヒートテックの長袖を着たのですが、それでも脇腹とかチクッとしました。ドットのブラウスの比較の参考になれば嬉しいです。今回は少ないですが、最後までご視聴ありがとうございます。またユニクロの購入品も動画にしたいと思っています。